お腹が空いたよ、大阪。眠くなってきたずら、安城。腹ペコ、ドーラ。腹満たしたならもう寝ろ、あくんだいも。お前ら大丈夫か。いやこっちのセリフだよ。本当、いやお腹空いたから、ただ今の感情を言ってほしかっただけです。あー、なんかの漫画のセリフなのかなと思っちゃった。違うずら。違うのか。なんでずらって分かんない。というわけで、もう続けてす。というわけで、今日はこの4人なんですけど、全員多分一度は口にしたことあります。もうみんなおかしいみたいな。私、俺が一番まともあって思ってるでしょ。あー、そんなこと思ったかな。ないないない。お前よく言うだろ。お前よく言ってるじゃない。言うこと思ってほしいないです。お前ということで、やっていきましょう。はい、第1回モンスターズメイト、俺が私が一番まとも選手権。はい、はい、というわけで、今からですね、2つ、みんな作ってもらうものがあるんですが、はい、それを4人、みんな、お互い見ないで作って、まあ、ちゃんとまともかどうか、価値観が調べてみようと思います。はいはい、なんだろう。というわけで、まず1個目、はい、ダドン、ダドン、まあ、収録時期的にもうほぼほぼ初夏ですが、うん、てるてる坊主。おお、てるてる坊主。今目の前にですね、ティッシュがあるので、てるてる坊主を作ってみましょう。ああ、なるほど。はいはい。これでみんなこう見せないで作って、ドンって出して、ちゃんとおかしなやつがいないっていうのを安心する。任せろ。なるほど。なるほどね。いろいろ使おうぜ。よし、じゃあ、とりあえず。うい、楽しい。モンスターズメイト、たまに企画によってあのカメラに背を向ける時間長いのめっちゃおもろいよ、うん、ここ早送りになるから。タッタタ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 タ。あ、でもここでトークとかするから早送りになんないかも。できた。あ、ちょっと待って、なんか陰謀みたいなのがどこでだよ。まあ、でもこれはこのままにしとこう。てるてる坊主ってさ、うん、これ何なの。生贄？生贄だよ。生贄、生贄か、怖えな。おまじないとかでしない？雨乞いするための生贄だそうじゃん。だから吊るすんだって。どっからなんか見たよね、それ。え、怖っ。本当は怖い、てるてる坊主じゃん。本当は怖い童謡みたいなね。で、来た。あ、来た。あ、せーの、ドン。え、みんな、そっか、書いてんのか。いた。いたな。どうやらマヌケは見つかったよ。めっちゃおしゃれじゃん。ほんとだ、すげえ。カッパ着せたくて。なるほど。怖っ。顔はやっぱ必須だよ。見て見て見て、しかもほら陰毛がついてる。最低。まさに似合い。見せないでください。まさに似合い。まさに似合って何。似合う。ちゃんと足よ、これ。かわいい。かわいい。もうシンプルな。かわいい。シンプル。いたね。え、こうじゃん、だって。心理的に分析して。俺には見えるけどね、顔が。俺の負けだよ。っていうゲームですか。こういうゲーム、ね、なるほどね。面白い。はい、そして、はい、次は紙飛行機です。あ、もう紙飛行機なんだ。そんな、もう細胞が覚えてるわ。いるんだよ、たまになんか。マジで。ちなみに、うん、最後に飛ばします。いいよ。飛ばないよ。こんなん飛ばない紙飛行機は紙飛行機じゃないから。こんなんもう細胞が覚えて。あれ。細胞覚えてたじゃん。細胞入れ替えフラグ早っ。あれ。ええやん、ええやん。よっ、見てこれ。暇だな、ダンス。暇だん。暇だん。そう。あ、そんな。あじさん、足首柔らかくないですか。僕もこれどうやってるのか、今。どうやってる。全くわかんない。なんでかできてる。あの、かかとから逃がしてるっぽい。こうやって。どうやってそれ。あと、ちょっと近くなってきた。俺。あ、そう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 。あ、リモは。え、何？陰謀が。いや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 。できた。はいはい、いきますか。せーの、ドン。あ、違うね。あ、今見たことある。でもめちゃくちゃ綺麗にプレイヤーが。すげえ、ロゴ入りじゃん。ほんとだ。私はね、一
回折り込んであるのかな。あの前半先端にね重心があるんですよ。これ飛ぶのか。これ飛びます。重さでさいかない。これ重さがないと飛ばない。飛ばないんだ。あ、尻尾があるタイプなのね。あ、なんかドラミさんかっこいいやん。あ、ほんとだ、かわいい。これは適当につけた。適当につけてできるんだ。力学に沿ったことか。なんかここダサいなと思ってペペペペ。デザイン性。なるほど。あと私はこだわりポイント正方形に切ってます。あ、ほんとだ。あー、結構シンプルイズベストだね。いやもうシンプルイズベストよ。一番シンプルなやつ。そう、うん、一番スタンダードのあれで。確かに。さあ誰が一番飛ぶのか。よし飛んでいけ。いや頑張って。大助号。大助号。急にダサくする。よし行くぞ。オッケー。はい。せーの。あっ。あっ。あっ。どっちだ。待って。おちょめっちゃ。待って。メジャー。安城号。はい、あの全然飛んでないっす。待って。はい、安城号。記録。はい、184センチ。飛ばなかったな。そしてドラミンさん92センチ。92。あっくん。はい、5m28センチ。すげー飛んだじゃん。飛んだね。そして大阪。大阪。大阪号5メーター。はい、はい、5センチ。ああ、あと優勝。よし、おめでとう。やっぱシンプルイズですよ。そういう企画じゃねえけど。いやそうだった。そういう企画じゃねえ。高坂あの形であんな飛ぶんだ。飛ぶのよ。前の方なのよ。ちょっとやってみていい？いいよ。高坂号で。いいよ。あ、君はね、ちょっと君戻ってきたよ。君は紙飛行機を飛ばすタイプ。戻ってきたぞよ。めっちゃダメなんだな。貸してみ。ちょっと飛ばして。あのね、うん、高校筆を選ばすと言うだろ。俺の大助号を飛ばしてくれよ。任せろ。お前の夢を乗せて俺が飛ばしてやるよ。お前のことは俺が飛ばしてやる。かっこいい。俺が一度だけ、これアジンの名台詞。はい、俺が一度だけ飛ばしてやる。天井にぶつかって戻ってきました。先生先生、僕のもやってください。任せろよ。僕のドレイク号も一度だけお前のこと飛ばしてやる。すごい、ドラミノって、うん、もう手に持って飛ばないっていうのがなんでさあ、これ無理、これ無理。後ろが重いもんね。手に持って飛ばないってのが。なんでそう。初めて。やっぱ尻尾の部分だよ。人生で初めて紙飛行機を手に持ってこれは飛ばないって確信があるの。あ、すごい。あ、いった。でも飛んだよ。でも垂直落下して俺だから。北のパワーじゃねえぞ。すげえ垂直。すげえな。北のパワーじゃねえぞ。なんでだろうな。うん。やっぱ構造だ。構造か。はい、というわけで、はい、やっぱりまともと思いつつもまともじゃないよ。ここはことでしょ。教訓だね。教訓です。なるほど。バイ、センキュー。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録してくれなきゃ食べちゃうぞ。